私にこの店守らせてください。覚悟はありますのか。450年続いてきたこの福宿、次の代に受け渡すまできちんと引き受けるいう覚悟。私はこの店が好きや、好きなもののために頑張りたい。さとこ、ちまちましてあれやな、もっと派手なん買うてきたらよかったな。これが可愛いんよ、願い事できるし。そんなんで叶うかいな。あられちゃんってほんと夢がない。現実主義者と言うていいもん。じゃあ花が代わりに願い事してあげる。最後まで消えへんかったら叶うから。アラレちゃんが立派なおかみになりますように。なんてことしてくれんねん。ごめんアラレちゃん。ごめんってあんたな、現実主義者やもん、平気やんね。ハナ、スイカでも食べよっか。うんうん。なんか嫌な予感。あられ、大八木さんところの納品どないなっとんねん。稽古事出してん。あ、ほどけてはる？え？あ、すごい。いつもやってましたかい？なんや、お姉ちゃんみたい、しじゃくさん。
お姉ちゃんもこうやってよう編んでくれた。できたい？かわいい。ありがとう。花さん、これひなさんに渡しとおくれやす。お姉ちゃんに？いいんですか本当に。ええ、店は妹が継ぐことになりましたから。そうじゃなくて、あなたの気持ちを確認してるんです。僕との結婚本当に決めてしまっていいんですか？おかしなこと聞かはるんですね。結婚してくださいって言わはったん日野山さんでしょ？そうなんですけど、一応受けてくれた理由も伺っておきたいと思いまして。キスされたからやろうか。なるほど。お姉ちゃん、どうぞ。さんからお姉ちゃんに渡してって。しずくさん？お姉ちゃんのお友達でしょ。紙質券で芸妓さんしてはる。お風呂先に入っていい？あ、うん、ええよ。上がったら呼びに来るし。会の場所そろそろ決めへん？花ちゃんはどこがええと思う？あ、私？花ちゃんの方がお店よう知ってるやろ。私が知ってるのは古いお店ばっかりやから。古いとあかんの？はなちゃん古いお店嫌いなん？うん、大好き。落ち着くし、味もそこいらのとは違って断然美味しいし。はなちゃんはさ、思ったことをもっとはっきり言うた方がええと思うよ。はっきり？うん。漢字はやりとうないとか、一人で天体望遠鏡は運ばれへんとか、黙ってたら分かれへんよ。いいとかあかんとか、花ちゃんの考えてること。でも。でも？はっきり言うのって勇気いるよ。なんて思われるか分かれへんし。そんなこと気にしてたら誰とも仲ようなられへんやん。思ったこと言うのってそんな難しいかな？そんなん言われても。可愛いよな花ちゃんは。
俺前からそう思ってて。のお昼はアラレちゃん特製の京都風スタミナアジアンスパイシー鍋や。どうや。年寄りにはちょっと重たいかな。中年にはちょっと刺激が。若者には意味不明で。右に同じ。なんでこうなんねん。ちゃんと味見したよ。せやから味見しといてなんでこないな味になんねん。こないなってどないよ。いわく言い難いけったいな味や。けったい、けったいって何。けったいはけったい。アホ、またアホ言うた。アホらアホ言うて何が悪いよ。なんよ、作ってあげたんやから感謝しや。こんなもんに感謝できるかいな。もういっぺん自分で食うてみ。ええよ、誰も食べへんのやったら私が全部食べたるな。ピアモン取るかですね。同じになったんやろ。俺が聞いとんねん。そもそもこの本の説明があかんのと違う。責任転嫁すな。ほんまにこの通り作ったんやって。貸してみ、トマトとキノコを食べやすい大きさにカットします。そうそうそう。鍋に水を沸騰させ切った野菜とエビを入れて煮立たせます。そうやった。具材に火が通ったら調味料を加え、ここで味を整えます。そこや。どこや。味を整えてあるやろ。ああ、うん、ちょっと塩気が足りひんかなって、もうちょっともうちょっとってやってるうちに、今度は刺激が足りんかなぁ思って、唐辛子やろ、コチュジャンやろ、ハバネロにハラペーニョに七味出て、こないなけったいな味になったやな。食べられへんこともないし、まあええかって。アラレ、え、お前ちゃんと飯作ったことあるんか。あると思う。お前なぁ、しょうがないやん。そんな最初っから何でもかんでもいっぺんにできひんよ。お姉ちゃん昔からお母ちゃんの代わりにうちの台所任されてる人やったし、比べられたらしんどいわ。まかない、お嬢さんが作ってたやつ、アホなあられにも分かるように書いてもらえへんかな。あいつ意地っ張りやから、自分から教えようこうなんて首相なことできへんやろ。ええよ、ケンちゃんの一番好きな絹笠丼入れといてあげるわ。どう転んでも失敗せえへんよね。こと細かに書いたってや。わかった、ありがとう。ねえケンちゃん、ん、浮気ってしたことある？浮気？うん、男の人って浮気なんて当たり前って言うやない。俺はあらへんな。二人いっぺんに付き合うなんてそんな面倒なことできるかいな。ケンちゃんらしいね。そうか、うん、ほらぼちぼち帰るわ。あ、レシピお嬢さんから渡したって。うちが？俺が頼んだ言うたらあいつへそまぐりに決まってるから、お嬢さんからの引き継ぎいう形で渡してもらえたら助かるわ。了解。ほなお先に失礼します。感じとかもう無理、ほんと無理。何言うてんの、
幹事になったら自分の好きな店選んで好きなもの食べられてやりたい放題のいいことつくめやんか。あられちゃんってなんでそう前向きなん？あんたはどうしてそう後ろ向きなん？私が中学生の時なんてな、なんも考えんと毎日楽しかったで。まあせいぜいが恋の悩みぐらいなもんで。恋？モテてモテてどれ選んだらいいか分からへんって。あられちゃんそんなにモテてたん？当たり前やんか。あられちゃん可愛いなーとか、べっぴんさんやなーとか言われたことあるの？可愛いなって。いつ？どんな時やった？そんなんしょっちゅうや。出会い頭の挨拶みたいなもんやんか。挨拶？ほら、またテンション下がってもらった。どうした？あれ、ブクブクちゃん。すいません、お嬢さんにお客さんです。お客？誰？ごめんな、花ちゃん。上がるつもりはなかったんけど。花ちゃん。友達？これ、こないだ忘れてったよ。かわいいよな、花ちゃんは。花？忙しい。あられ、これ、あの、どちらさん？どちらさん？あ、僕、花さんと同じクラスの。いおりと言います。お茶でもどうえ？どうぞ。お姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃん。あらね、部屋に入るときは一言。花が男連れてきた。っていうか向こうから来た。え？あの子付き合ってる子いた？そんなわけないやん。あれは片思いやね。花が？見物やで。どうぞ。やめてよ、お母ちゃん。そんな人試すようなこと。おもてなししてるだけやん。こんなんおもてなしやない。困らせてるだけや。いただきます。美味しかったです。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。
礼します。やるやんか、いより少年。お母ちゃんの負けやな。あられ次はあんたの番や。え、次期お上がお作法知らんや、済まされへんやろ。あ、私は店番が、うちが変わるさかい。じっくり教えてもらい。作法なんかようわからんから。ええよ、そんなん知らんでも当たり前やし。失礼なんはうちのお母ちゃんの方や。ほんまごめんね、嫌な思いさせて。そんなことないよ。なんで？え？なんでそうやっていつもニコニコしてられる？気に触ったんやったらごめん。違うよ、そういうんやなくて。羨ましいっていうか。笑顔ってええなって思ったんや。初めて会った時、花ちゃん笑っとった。時の笑顔に俺元気もろたんや。いろんな人のいろんな笑顔見てきたけど、花ちゃんの笑顔が一番やった。そやから同じクラスになれて嬉しかったんや。じゃあまた。恥ずかしかったんよ、私の思ってることとか気にしてることとか。伊織くんには全部分かってて、それが恥ずかしくて。でも嬉しかったんよ、そのことが。私のこと分かっててくれるってことが。それで、もう少し歩かへん？
検事やな。お姉ちゃんに裏から手回すやなんてほんまにやることがいやらしいわ。何？俺が頼んだ言うたらへそ曲げるから内緒にしてくれってケンちゃった。ほらな、そういう根回しがいやらしいよ。そういう態度をへそ曲がり言うんよ。あんたのために頼んできたんよ、ケンちゃんは。己のために決まってるやん。これ以上まずいもん食わされてたまるか。ケンちゃんの優しさや。あの人なりに応援してんのやで、あんたのこと。わかってる。ありがとう。それはケンちゃんに内緒なんよ。そっか。ねえ、なんで日の山選んだ？ようわからへんのよ。お姉ちゃんがあの人との結婚決めた理由。日の山と一緒になって幸せになれると思う？幸せ。あられは？え？どんな人とやったら幸せになれると思う？私は私のこと分かってくれる人かな。何も言わんでも理解してくれる人。例えばあなたが生きてることさえ。お夕飯の支度せんとな。何も手につかなくて、それでも戦って孤独に震えて、ただ愛されたくて泣いてばかりだとしてわかるよ。何度も同じ壁にぶつかる。紫雀さんからお姉ちゃんに渡してって。紙質券で芸妓さんしてはる。誰にも傷つけられない、あなただけのその魂を誰にも奪えないから。どうしようもなく。何やこれ。お姉ちゃんが渡してくれたまかないのレシピ。すごいな。どんなアホでも分かるように書いてあるやん。はい。これで料理の腕上がらんかったら、あられ、お前幼稚園から出直した方がええで。ふざけんな。私を誰やと思てんの。福屋堂の若女将や。18代目を継ぎはるお人や。頑張りや。あんたかて頑張りや。ちょっとでも手抜いてみ。保育園から出直しさせたるわ。これ新作？うん。ねえ、思ったんやけどこれさ。何でもない。
お似合いやと思うで、アラレとケンジ。僕のところへ来てください。嘘つきだすな、お二人とも。七夕やな、模試の日一緒にお願いしに行こうか。ケンちゃんの考えてることようわからへんな。アラレちゃん、